東京にある陶芸博物館って行ったことありますか？代々木の陶芸博物館がの、なんかどっかに移動しちゃったらしいんですけど、代々木のあるうちは何回か行ったことがあって、で、鎌倉時代の刀とか、太刀とかがあるんですよね。いい国作ろう鎌倉幕府の時代なので、900年前とかなんですけど、そもそも論900年前の金属が、物が切れる状態で保存してあるってちょっとおかしいんですよね。大英博物館とかでも、イギリスの昔のなんか剣的なものとかあるんですけど、もうボロボロなんですよ、錆びてて。なのに、未だにその陶芸博物館に行くと、その鎌倉時代ですとか室町ですみたいな刀が普通にあるんですよね、虎徹とか。っていうのがあるので、マジでなんか江戸時代オーパーツと思ってるんですけど、はい。江戸じゃないね、鎌倉時代だね。で、鎌倉時代の鉄の作り方自体がよくわからんっていうのがあるらしいんですよね。なんか江戸後期のその刀の作り方はわかるんだけど、鎌倉とか室町とかの時代って、そこまでちゃんと純度が高い鉄が作れなかっただろうし、なんでこれそんなに切れないし、錆びないのっていうのが、なんか丁寧に手入れしてるからっていう説もあるんですけど、丁寧に手入れしてても、やっぱ900年ぐらいしと錆びたりするはずなんですよ。でも大丈夫っていうのが謎があって、で、似たようなやつで、インドに、ぶっ刺さってる鉄の棒っていうのがあるんですよね。要はその鉄の棒が地面にぶっ刺さってるんですけど、で、それがのっぱらでやって、普通に雨とか、まあ風とかがあって、でもなぜか錆びないんですよ。で、室内とかで全く水分がない状態であれば錆びないというのは理論上可能だよねって言われてるんですけど、土に刺さってるんで、土からの水分だったりとか雨とかもあるから、これなんで錆びないのっていうのがよくわからんっていう鉄の棒っていうのがあったりするんですよ。で、なんか、一応その仮説としては、いろいろなその材質が混じっている混合しているせいで、逆にその錆の成分が広まらないような形の、まあ、酸化なりの変化を起こしてしまったので、結果として錆びてないだけなんだけど、ただそれが何の成分がどのように影響しているのかはよくわからんみたいな。で、なんかコメント欄でダマスカス鋼の話があるんですけど、その波のような波紋に出るダマスカス鋼っていう、中東で昔すごい流行った切れ味のいい、刀があるんですけど、で、ダマスカス鋼の作り方自体は最近は分かったらしいですよ。要はその日本刀と一緒で、ずっと折り重ねていって、折り重ねた結果に、その研ぐと、その波のような模様が出るっていうので、一応なんか作り方はダマスカス鋼分かったっていう説を見ました。はい。まあ実際僕作ったわけじゃないんでわかんないですけど、はい。